はい、皆さんこんにちは。ついにホタルの、ついに最近ばっかり言ってますけど、201話目に突入しました。ここから長い200何話っていうのが、続いていくわけですけども、200話の、YouTube を見てですね、YouTube のコメントとか、あとは Twitter、X の方にもたくさん200話おめでとうございますみたいなコメントをね、皆さんからいただいて、嬉しいなと。素直に嬉しいなと一人喜んでおります。えですね、それと、今日は24日クリスマスですね。メリークリスマスということで、この今回の動画はイルミネーションを見に行った動画になります。で、2週間ぐらい前なんですけど、まあ、ちょうど201話目がたまたま、クリスマスの日にイルミネーションの動画になって、まあ、これも結果良かったなと思ってます。これは、うちの近くの地元の駅なんですけど、たびたび登場してますが、愛知県 名鉄線の太田川駅というところになります。で、名古屋から15分から20分ぐらいかな、結構近いので、あの名古屋からのアクセスもいいですし、ここからセントリア空港、中部国際空港までも、これも20分ぐらいかな。なんで結構、本当に便利な駅なんですけど、なんせね、あんまりね、ちょっと人がいないんで、活気がもうちょっと欲しいなというところではありますけど、ここは毎年クリスマスの時期になるとイルミネーションをしてて、後で出てきますけど、クリスマスのツリーと、あとは天井からこうなんてイルミネーションをつるした、この後出てきますけど、のがとても綺麗ですね。まあ、僕個人的には今から映るこっちの方が、大屋根の方ですね、大屋根の方のイルミネーションの方がまあ綺麗でいいかなと思います。まあ、ホタルは全然ね、イルミネーションだからといって興奮するわけでもなく、僕たち人間が、ああ綺麗だなっていう、今年もホタルと来れたねっていうような思い出作りの動画です。ね、なかなかこのブルーでいい雰囲気なんですけど、このブルーだけでいいんですけどね、僕個人的には。後で出ますけど、赤とかピンクとか緑とかいろんなその色が変わるんですけど、まあ、それもまた演出なんだとは思うんですけど、僕はもう個人的にはもうブルー一色だけにしてくれた方が雰囲気があっていいなとは思います。でここね、本当に人、さっき言ったみたいに人が少ないんですよ。これ見てください、全然人いないでしょ。本当にね、ここの太田川駅は、ね、すぐあの左側に今見えてるのがサイゼリアがあったりとか、でこのカメラの後ろ側にはスターバックスとかドン・キホーテがあるんですけど、あと大学が本当にすぐそこに日本福祉大学があります。だから大学生とか地元の高校生とかはいるんですけど、よそから来る人は意外と少ないでですね、そういえば先日僕が読んでいた本でですね、今日クリスマスなんでクリスマスの話なんですけど、なんかアメリカではクリスマスがキリスト教の行事だからってことで、他の宗教の人がアメリカって結構いるじゃないですか、他の宗教の方で、他の宗教の人に配慮して、メリークリスマスではなくてハッピーホリデイズ、楽しい休日をという表現が最近使われることが増えてるそうです。へえと思って、で日本は全然クリスマス の、宗教的にはね、全然全く、あこれこのチカチカするの、これなくていいんじゃないかなっていう、まあ、話それましたけど、そう無宗教の人が多いんですけど、クリスマスの時はみんな盛り上がりますよね。渡る、まあ、大人になって結婚してしまえば、あんまり皆さんそうかもしれないですけど、クリスマスだからって別に特別何かすることもだんだん少なくなってきて、まあ20代、まあ、30代の若いカップルの日だなっていう感じですね。まあ、ホタルにはクリスマス、あそうだ、ホタルにもクリスマスプレゼントをいただいてですね、うちのジムのお客さんから、ホタル看板犬なんでみんなに可愛がられてるんで、そうクリスマスプレゼントで餌をたくさんもらいました。僕たちもフックを買ってやろうと思ってます。まだホタルには内緒ですけど、
今隣でいびきを立てて寝ています。で今度こちらがクリスマスツリー、ツリーの方が、出てきますけど、この日はちょっと寒かったのか服着てますね。まあ、ここ最近寒かった日が続きましたけど、今日は12月24日ですけど、今日はそんなにいつもと比べると寒さが和らいで、まあ、過ごしやすい気候でしたね今日は。でここがここね、結構広い広場なんですけど、もう人誰もいないっていうね。夜になるとあの BMX とかスケボーとか、あのそういった練習をされてる人が少しちらほらいるぐらいで、本当にもったいないスペースです。ぜひ皆さん一度遊びに来てみてください。あ、人いないなっていう感想が皆さん持つと思うんですけど、さあホタルイルミネーション、私は全然興味ないわっていう感じですね。綺麗。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。皆さん素敵なクリスマスをお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。